文部科学省は日本の行政機関の一つ。教育、学術、スポーツ、文化及び科学技術の振興、宗教事務等を所管する。日本語訳省は文科省。中央合同庁舎第7号館東館に所在している。2004年1月から2008年1月までの期間、新庁舎への建て替え。 移転のため丸の内の旧三菱重工ビルを文部科学省ビルと解消して仮庁舎としていた旧文部省庁舎現在も改装され文化庁庁舎として使用されている。上記の文部科学省設置法第3条に示された任務を達成するため文部科学省は教育、科学技術、学術、文化、及び健常者スポーツの振興に関する事項を司る。 2001年1月6日、中央省庁再編に伴い、学術、教育、学校等に関する行政機関だった旧文部省と科学技術行政を総合的に推進する行政機関で旧総理府の外局だった旧科学技術庁とが統合されて誕生した。科学技術庁は長官に国務大臣が当てられる。 大臣庁であり、府省庁の垣根を超えた横断的な行政機関として、機能し、他府省庁からの出向者も多かった。また、他府省庁の各専門機関の予算調整等の役割を担うこともあった。文部科学省はそうした性格であった、大臣庁と省とが統合された異例の再編であった。旧科学技術庁の調整機能は、内閣府に移管されたが、 原子力行政に代表されるように、特定の行政機能が、この統合、再編で、各省庁にいびつに分散、または、文部科学省に集中した。分散の代表が原子力行政であるとすれば、集中の代表は、独立行政法人の研究機関であると言える。文部科学省設置法第4条は、K97 号に及ぶ所掌事務を司ると、規定している。 具体的には以下に関することなどがある。文部科学省の内部組織は一般的に法律の文部科学省設置法、政令の文部科学省組織令及び省令の文部科学省組織規則が重層的に規定している。文部科学省は多少の地方局に相当する全国を分割網羅する地方支分部局を持たない。かつて地方にある大学や 地方教育委員会の施設整備に関する補助金交付事務を行う地方工事事務所が国立大学の敷地内に存在したが国立大学の法人化に伴い廃止された。補助金交付事務は本省で行えばたり教育行政は完全な地方文献であるため必要がないというのが理由である。 元科学技術庁の機関であった水戸原子力事務所が唯一の地方支分部局であったが原子力規制委員会設置法により平成25年3月31日に廃止された。特別の法律により設立される民間法人、特別の法律により設立される法人及び認可法人は所管しない。地方公務員共済組合2021年度。 一般会計当初予算における文部科学所管の歳出予算は5兆2979億9744万6000円である。組織別の内訳は、文部科学本省が5兆1544億9389 8000円、文部科学本省所轄期間が46億6920万円。 スポーツ庁が313億7946万十六万千円、文化庁が1074億5488万8万八千円となっている。本省予算の内義務教育費国庫負担金が1兆5163億8100万円、国立大学法人運営費が1兆790億2422万6万六千円と大きな比重を占める。本省所轄期間とは、 国立教育政策研究所、科学技術、学術政策研究所、日本学士院を指す。文部科学省は内閣府、経済産業省及び環境省とエネルギー対策特別会計を共感する。また、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省。 厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管の東日本大震災復興特別会計を共感する。一般職の在職者数は2020年7月1日、現在、文部科学省全体で2115人。期間別内訳は、本省が1718人、文化庁279人、 スポーツ庁118人となっている。行政機関職員定員令に定められた文部科学省の定員は特別職一人を含めて2153人。2021年9月30日までは2173人。本省及び各外局別の定員は省令の文部科学省定員規則により本省1734人。 2021年9月30日までは、1754人、文化庁301人、スポーツ庁118人となっている。2020年度一般会計予算における予算定員は、特別職7人、一般職2127人の計2134人である。期間別内訳は、本省が1527人。 文部科学本省所轄機関188人、日本学士委員11人、日本芸術委員7人、文化庁294人、スポーツ庁118人となっている。他に、東日本大震災復興特別会計において、本省に23人の予算定員がある。文部科学省職員は、一般職の国家公務員なので、労働基本権のうち葬儀権と、 団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国交法の規定する職員団体を結成し、もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる。2020年3月31日現在、人事院に登録された職員団体は存在しない。二千五年度以降、 組織率が数の状況が続き、2011年度にはついに0%となった。かつては国交老連加盟の文部省職員労働組合が活動していたが、2011年3月31日をもって解散した。2018年12月25日、中堅、若手職員有志は文部科学省の局長級幹部が相次いで逮捕された。 汚職事件を受け、組織の抜本改革を求める報告書を柴山雅彦文科省に提出した。文部科学省が編集する白書には、文部科学白書及び科学技術白書があり、後者は科学技術基本法の規定により、政府が毎年国会に提出する、政府が科学技術の振興に関して講じた施策に関する報告書を収録している。 文部科学省が発行、または編集する広報誌としては、本省の文部科学広報、文化庁の月刊文化財、日本学士委員の日本学士委員ニュースレター民六社代より、地震調査研究推進本部の地震本部ニュースなどがある。月刊文化財の発行主体は第一放規株式会社で、文化庁は監修に携わっている。かつては、 行政発行の文部科学時報があったが、2012年3月10日号をもって習慣となった。文化庁の文化庁月報も2014年3月号をもって習慣となり、不定期のウェブ広報誌、文カルとして発刊している。ウェブサーバー名は、www.mext.go.jp。他に文化庁は、 www. 文化 .go.jp 日本学シーンは w w w j a p a n a c a d g o j p 地震調査研究推進本部は www.jishin.go.jp 国立教育政策研究所は w w w n i a g o j p 科学技術 学術政策研究所は、w w w n i s t e p g o j p 等と一部の機関は独自のドメイン名を持つ。天下り問題2017年に発覚した、組織的な天下りの圧戦への対策として、2019年4月から、国立大学法人へ理事として出向する、文科省幹部を半減させることになった。文科省は運営費交付金を出すなど、 大学に対して大きな権限を持つ。加計学園問題で注目された前川久平は、次官として天下り圧戦で処分されており、加計学園理事であった木曽井竿も元国際統括官である。アートプラットフォーム関係者の抗議辞任愛チトリエンナーレ2019に対する補助金不交付問題に絡んで、2019年10月1日に文化庁が取り組む。 アートプラットフォーム事業のメンバーから撤回を求める声明文が出され、副座長が辞表を提出した。また、教科書検定につきましては、学習指導要領あるいは教科用図書、検定基準などの規則に基づきまして、教科用図書検定調査審議会の学術的、専門的な審議により取り行われているもので、ございまして、審議や申請者の名前を明かさずに言っていることから、 いたしましても全く同じ記述について特定の教科書についてのみ欠陥を指摘するといったことは考えにくいものと認識しておりますと答弁したさらに松沢議員は今回の作る会のこの記者発表を見ていても報道を見ていてもどう見ても今回のやり方は異常ですよ405件とガーッと増やしているんですこれどうして増やしたかというと 一発で不合格に、したいからと思われても仕方がないでしょう。実は、これが350以下ぐらいの欠陥箇所だと、反論権が与えられて、そこから交渉が始まって、また教科書、よし、ここの、このあたりを直したならばいいでしょうと言って、教科書として検定が合格できる、可能性もあるのに、それをさせない分量までが、あっと積み上げているんですよね。過去通っているのが今回はダメだ。 他の教科書で OK なのがこの教科書だけはダメだ。こんな不公平な検定をやるような文科省の検定制度を我々国民は検定しなきゃいけないんですよ。おかしいでしょう。と発言した前身の文部省、科学技術庁出身者を含む一般職の幹部は以下の通りである。ありがとうございます。